黒住小太郎旅日記回想ワックサボー暴れるの巻。ある奥山の小さな空き寺に若い坊さんが住み着きました。村ではこれはよかった、坊さんがいてくれりゃいろいろと助かると喜びました。ところが幾日かするとその若い坊さんは突然恐ろしい姿に変わり、体からものすごい匂いを発しながら妙なお経をあげ始めました。その臭い匂いを嗅ぎ怪しいお経を聞いた村人たちはあっという間に地面を這いずり回るカメムシのような姿になってしまったのです。忍術修行の黒住小太郎は旅の途中この村を通りかかりました。この村はなんだか臭いぞ。やや、皆さんどうしたのです。ああお侍様、実はあの山寺に住む坊さんが突然カメムシに化けてオラたちをこんな姿に。なんとこれじゃあ草むしりくれしかできねえ、村はもうおしめえだ。これは大変だ。よーしと黒住小太郎は忍術走りで山を駆け上ります。ピャータンタンタン、サッ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 タン。あまにむにむには草は草、人奥の草い。おや、誰か来たな。よし、また一匹カメムシを増やしてやるぞ。それ、あまにむにむには草は草になれ。や、現れたな。我こそはカメムシ本因伝ワックサボーじゃ。お前もすぐにカメムシにしてやるぞ。むにむに地獄のワクサイムにぷわぷわと。なぜお前はカメムシにならんのじゃ。私は黒住小太郎だ。匂い消し済みの極意を知らないな。炭焼き窯で生まれた心清らかな炭はどんな匂いも惑わされることはないのだ。来い、トロン、チョコ材な者ども、出てこい。むにむにパサパサパサ、むに。炭などとなんじゃい、そんなもの。妖術は草団子、カメムシだれを味わってみよう。プラン、クルン、プーン、クルン、クーン。えい、さすが黒住小太郎、さっと抜け出すと。よし、ワックサ団子のお返しに炭でくるんで
忍法墨団子大玉タドン火起こしの術だ。トロントロントロン、ブワッ、あーちっちひー、コロン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 、なんということを。へい、そしてこれだ。そっちがこっちで、こっちがそっち。そっちの臭い匂いをこちらのものに。忍法入れ替えの術。トロントロン、トロン。なんだって、やめろ。胃が、匂いを取られてしまったよ。カメムシの妖術が溶けてしまうのじゃ。おお、元に戻られましたね。よかった、よかった。はっ、私は一体、あなたはあの寺に住んでいた悪いカメムシに妖術をかけられていたのです。え？そうだったのですか？こうして若い坊さんは村のために毎日清らかなお経をあげ、ずっと暮らしました。術が解けて元の姿に戻った村の人たちは大喜び。そして黒住小太郎はまた旅へと出発するのでした。回想、ワックサボ、暴れるの巻。これにて読み終わりでございます。